リクトル・リクトルは古代ローマにおける役職の一つ。インペリウムを有する要人の護衛を主な任務として、共和制ローマから帝政ローマまでの長きにわたり存在した。もともとはエトルリアの伝統からローマに取り入れられたと考えられている。プレブス階級の屈強なものから選ばれることになっていたが、ほとんどのローマの歴史において解放奴隷が務めることが多かった。 しかし、ローマ市民権を有しなければリクトルにはなれなかった。リクトルは特権として兵役が免除されるほか、給料は低政初期において600セステルティウスで、これはローマ軍兵士の給料の3分の2程度だった。プリムス・リクトルと呼ばれるリーダーを筆頭として、常に集団で行動した。通常は、要人の個人的な選択で選ばれるが、 たまにくじ引きで選ばれることもあった。前述のように、リクトルはインペリウムを持つ要人の警護を任務としており、その行くところすべてに突き従った。武器の形態が禁じられる、ポメリウム内ではファスケスを飾った杖を所持し、ポメリウム内ではそこに、斧の装飾が追加された。この斧は処罰の権限の象徴である。また、独裁官のリクトルのみ、 ポメリウム内でも、オノツキファスキスの形態を許された。リクトルたちは、要人の前で、一定の規則に従って、隊列を作った。加盟ある時に備え、要人本人のすぐ前に陣取るのが、プリムス・リクトルである。人混みの中では、要人のために人をかき分け、道を作った。要人は自由都市を訪れる際か、より好意の要人と会談する際にのみ、 リクトルの随伴を免ずることができた。必要とされるリクトルの数は、公職によって以下の通りに異なる。これ以外に、ウェスタの巫女には、式典を催す際にのみリクトルが一人だけ、突き従った。ありがとうございます。